よ、アスナ。さあ、来ました。これ多分ヒロインクエストなのかなと思うんだけども、ヒロインクエストとスキルフュージョンっていうのが別枠なのか、またまた同じなのか。スキルフュージョンをクリアしていくごとに、そのヒロインのクエストが解放されていくっていう認識でいるんだけど、それ合ってんのかね。ちょっとコメントいただけたら嬉しいです。あ、キリト君、ちょうど会いたいなって思ってたんだ。いや、楽しみだね。これ専用のイベントだもんね、二人きりの。今って時間あるかな。一緒に街を歩かない？はい、いつもながらの定番のくだりな。大丈夫だよ。それじゃあ散歩しようか。ここって静かで落ち着く場所だな。この芝生気に入ってるんだ。 SAO で君と一緒に昼寝した場所みたいで懐かしいな。あれからそんなに時間が経ってないはずなのに。それだけ俺たちがいろいろなことを積み上げてきたってことだよ。うん、そうだね。あのね、スキルを取るの手伝ってくれてありがとう。あれ、もしかしてもうクリアしたのかな。あの HP を10万だっけ100万だっけ分かんないけど、お互い回復するみたいな感じのやつがあって、とりあえずね、食らいまくって回復してきました。なかなか使いこなすのは難しいけど、頑張って自分のものにしてみせる。これでバーサクヒーラー卒業だな。完全なるヒーラー。元からバーサクヒーラーじゃないわよ。いや、バーサクでいいじゃん。もうあの俺的にさ、バーサーク、あーそうか、バーサークか。あ、うん、そう、俺バーサークだと思ってるんですよ。バーサクなんだね。バーサークじゃなくてバーサク。冗談だって。そういえばアスナはそもそもなんでヒーラーを選んだんだ。そんなん、大切な人がね、やばい時に助けれないのが嫌だったんでしょ。そうに決まってんじゃん、キルト。純粋にやってみたいっていうのもあったけど、 SAO の影響も大きいかな。私はあの世界でいろんな経験をして、かけがえのない人たちと出会うことができた。心から大切な人たちを私は守りたいの。リアルでもこの世界でもどこででも。まあそうだろうな。なんとなくね、そんな気はしました。そんな思いがあったからヒーラーを選んだのかも。いや、いい嫁になるよ、絶対的に。もう尽くすタイプよな。アスナらしいな。実際もう何度も守ってもらってるよ。そう言ってもらえると嬉しいな。オーディナルスケールでは守る側であり守られる側であったっていうね。もうみんな見たよね。もう見たでしょ。時間尽くって、てかそろそろ行かないと終わっちゃうからね。ねえ、おお、来た。これからみんなとクエストでもしよっか。あ、こういう感じで来るのね。はいはい、なるほどなるほど。俺どん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 積み上げていくのかと思ってました。そのスキルの、その取得の条件が何個かあって、1個なんだね。で、やるとこれがもらえるんだ。はあ、なるほど。じゃあもうこれすぐ上げれちゃうね。他のキャラも。シリカとプレミアとリズだよね、あと。こんな話をしていたら、無性にみんなと遊びたくなってきちゃった。今このシチュエーションは、2人で寝転がってたっていう感じでいいのかな。で、アスナが先に立って手を差し伸ばしてきてくれてて、いや、いいじゃん。なんか久々にさ、SAOのこの1枚見たけど。てか、アスナの1枚見たけど。てか、このホロリアの服見たけど。いいね。エロい。あ、もちろん付き合うよ。いや、でも内容的にはさっくりとしてんな。よーし、ヒーラースキルをもっと鍛えなくっちゃ。それじゃあ高レベルモンスターの討伐クエストでもやってみようか。いや、俺ワンパンされたからマジ勘弁な。ヒーラーがいるといないとで難度が大きく変わってくるからさ。望むところよ。これからもみんなと同じ時間を過ごせるようにしっかり守っていくからね。ああ、ありがとう、アスナ。ということで、これでスキルゲットってことかな。はい、取得済みになってますね、このヒーラーフュージョンってやつ。いやー、まあ大変というレベルではなかったね。割と簡単でした。まあ食らうのが大変だったね。うん、これで取得済みで、どうするのこれ。使うためには勝手に使ってくれるのかな。あー、で結局そのロールっつうのはどこにあんだ。あれかな、行動に、なんかその行動が追加されてんのかな。ってことでいいのかな。ちょっとわかんないんだけど、今一応アタッカーをつけたままにしてて、で一回も変えてないんだけども、これって変えた方がいいのかな。いろいろ取ってあるやつが出てくると思うんだけど、これ変えた方がいいのかな。まあアースナ今バーサークヒーラーを卒業したいと言っておきながらアタッカーマックスまで上がってるっていう、なんか矛盾が発生してるけどね。まあそこは関係ないんだろうけど、まあちょっとまた調べていきますわ。
うん、いろいろ調べておきます。はい、ということで次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回は多分レベルとか上げつつ、プレミアとかのそのクエストこなしていき、さらにストーリーも進めていき、まあイニグマオーダーとかは割と時間かかりそうなんで、まあ動画にはしないかもしれないし、ゲットしたら公開するみたいな感じになってるかもしれない。はたまたゲットできないかもしれないけどね。ちょっと今週すごく忙しくて投稿できない可能性もあるんだけども、気長にお待ちください。ということで次回もよろしく。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。